つ森。アイドルとピエンの異色のコラボレーション、ここに伝説が誕生するか。それでは聞いてください、昭和聞け歌謡。さあ始まりました。安定の滑り出し、ボーカルの歌を支えるようにどっしりとしたビートを奏でていく。これが日頃の筋トレの成果か、腹筋はあまりなさそうですが、上腕二頭筋のマトンは超一級品です。これが熱盛界のトシとヨシキ、最強のコンビが爆誕しました。熱盛。あの日遠くで歌を聴いていたレベッカがボーカルとして参入しました。当時 EXILE を聴いていた若者が3代目 JSOULBROTHERS になるような感覚でしょうか。ドラムセットに対してゆっくりと歩みを進めていく立ち丸、レジェンドが新しい世代に一肌脱ごうというところ。来ました、これが世代を超えた夢のコラボレーションです。とにかく入りがかっこよすぎる。これが伝説のドラマーの風格か。頼りなかったピエンがドラムの神様へと昇華しました。熱盛。夏といえば昆虫採集、しかし命を落とすリスクを背負いたくない。そんな時におすすめなのが何といってもトンボです。適度な難易度が程よく達成感を与えてくれます。しかし今はアンチに入っているという状況か、橋の微妙な曲線が網でのキャッチを阻んでいるという格好です。しかし越えられない壁はありません。絶妙な距離感を探していく必要がありそうです。粘り強く諦めないことが重要ですが、ここは泣き崩れました。トンボに負けました。熱盛。青い空に白い雲、そしてプレゼントに風船です。打ち落としました。しかしその代償としてパチンコが壊れてしまいました。これが等価交換の原則、犠牲なしに何も得ることはできません。リターンの方が大きければいいのですが、金のパチンコのレシピ、これが熱盛界のわらしべ長者、完全に上位互換です。これは今月分の運を全て使い果たしました。熱盛。昼であろうと夜であろうと、一流のハンターはお金の匂いに敏感です。奥のヤシの木に発見しましたゴアライスオーツの花むぐり、売れば8000ベルという非常にレアな昆虫です。気づかれないように慎重に近づいていく。8000ベルは目前というところで、ジュペッティが後頭部でまさかの防御体勢に入りました。一攫千金まであと少しというところで羊に阻まれました。熱盛。真っ赤に統一されたコーディネート、カズレーザーか 8.6 秒バズーカーかデッカちゃんか。くしくも飛んできたプレゼントも赤い風船に釣られています。これは運命としか言いようがありません。捉えるしかないというところ、難しいところですが、足場に落とすファインプレー、奇跡が起きました。熱盛。戦いの前に重要になってくることは勝利のビジョンをイメージすること。急ブレーキからの蒸し網、これが勝利の方程式であります。黄色いワンピースに花飾り、一見か弱い女の子に見せるところもこの戦いのための作戦です。あとはサソリを迎え撃つのみ。何度も何度も予行練習を重ねていきますが、不意をつかれました。突然の本番です。